おはしゃみ。というわけで、えー、今日はですね、プレミア公開夜10時から YouTube プレミア公開です。えー、9時55分から、ね、カウントダウン始まって、それから10時に、えー、プレミア公開始まります。えー、今回の曲はですね、まあ、ちょっとダークなあーマイナー調の曲でございます。もうド・マイナーね、ド・マイナーでシンプルなもうメロディーラインの曲です。で、えー、まあ、だから、だからこそまあこうわかりやすいというかね、響きやすいというか、 うん、入りやすすいと思うんですよねメロディーとかそのアレンジとかがすごく単純でしかもそれがこういいメロディーであればあるほどいい歌詞であればあるほどあのとてもこうねだろうたくさん歌詞を詰め込めばあのいいってわけでもなくて、えー、やっぱり日本語ってとてもこう一つの言葉に対してたくさんの意味を詰め込めるので。 えー、一文字一文字がすごく大事なんですよね一文字の中にこう あの一つの,一つの母音とシーンがこうあってでその音の組み合わせで成り立っていてでその言葉っていうものがおとてもいろんな、えー、面白い意味をなすというか組み合わせによって面白い意味をなしていくっていうでその、えー、メロディーラインというかその言葉の、えー、ラインがこうしっかりときれいに言葉とプラスそのラインメ,ドリメロディーがねこう組み合わさって一つの美しい旋律をこう奏でるっていう。だからメロディーがめちゃめちちゃゃ大事で えー、いいあその名曲とかっていうのはその言葉とメロディーがううまくこうマッチングしてるんですよねもう,ほもう全てはその歌詞とこのメロディーにもう全てが詰まってるというかあの人が心に残るメロディーライン歌詞っていうのは、うん、そういうふうに歌っていうのはそういうふうになってるっていうね多分まあだからこそお シンプル is best <laughs>、うん、世の中に広のまるってだってうっせーわとかもそうじゃないですかねうっせーうっせーうっせーわーっていうもう単純明快なこのメロディーラインとこの言葉ですよ強烈なインパクトのあとはまあね有名な曲で言うとこう川の流れのようにとかね 美空ひばりさんの曲とかもありますけど「ああ」ね「川の流れのように」っ,ってこってみんなが口ずさめるこのメロディーラインですよ、ね、そこに全てが詰まってるいやでもまあだからこそ、まあ、日本語ってとても言葉が面白いなとか大事だなっていうふうに、えーまあ、感じさせられますけれども特別だと思いますやっぱ日本語って本当 うん面白いし美しいしね。で、えー、あのー、そうやってきた、まあ、曲なんですが、まあ、今回は映像をもう僕はまあ作っておりまして動画をね動画はねもう結構僕ね一番最初もう本当にもう,もう音楽を始めるにあたって、まあ、僕はノートパソコンを買ったんですけどね。 えと MacBook、を買買っったたんでですよね最初に買ったパソコンはでその MacBook の中に iMovie って入っててあ何だろうなこれと思って iMovie を使ってみたっていうところから僕の動画制作が始まったんであこれ面白いなと,そのと当時 iMovie 誰も使ったことがないほぼ使ったことがない iMovie をもう今のね もうファイナルカットプロってもうみんな有名でもみんな使ってますけどそれで編集してね動画出すようになってますけどさ昔はねアイムービーを使って編集をするなんてねもうあんまりやってなかったみんなねででえそっから動画を作り出したんですよ面白くてまあそういう作るの好きだ好きなんでだから楽曲制作とかも作るの好きで面白くて。で、えー まあ今はもう音曲と動画と両方作っておりましてまあ今最近はですねえっとでも撮影っていうのはなかなかねこう一人でやるのって難しいじゃないですか撮影ってなるとやっぱりこうカメラマンとかその編集なんだろうなえっと企画を考える人とかねストーリーを考える人とかっていうのがもうやっぱかん必要になってきててまあ そこってまあ僕の専門分野じゃないというところもあるので一人ではそれできないっていうところもあるんですよね一人でまあやれないことはないけど限界があるというかそれじゃあ僕の思ったものが撮れないというかなかなか、うん、なのでまあ僕,僕を被写体としてねあの作る MV だったらやっぱ撮影してもらうカメラマンが必要だしね。うん っていうのがあ,あるのでなかなか難しいので一人でやるのはで一人でやるとなるとうんとどうやどういう P V を作るかってなるとあ今だったら A I があのー、きょあの絵を作ってくれるんでそれであイメージ動画作れるなとイメージ動画今ほらあのー、ね YouTube とかでもそのまあニコニコとかでもさ 出てるじゃないですかそのイ,イメージがっていうか一枚の絵をあの例えばなんだっけえっとボカロ曲とかでもさねたくさん有名な曲はバーンって一枚絵がで絵師さんがまあ描いてると思うんですけど描いてあるのにこう歌詞をバーってこう貼っていってねで歌詞でこう見せるみたいなんでまあリリックビデオなんですけれどもあリリックビデオだったら まあ今ねこう絵は描いてくれるから AI が作ってくれるからさ AI にお願いして作ってもらってじゃあそれで作っていこうってなったのがあの始まりですね。もう今まではね MV っつったらわーっつって撮影しなきゃみたいなねことはある気だったんですけどでももう今は今年からなんですけど AI を駆使して AI ので画像を作って僕のイメージの。で、えー、それで動画を作るという手法を僕は新たに編み出してそれをまあ今年やり始めてるわけなんですけれどもで今回もそうやって、えー、僕がいその歌詞から連想できるようなイメージできるようなものを AI で作ってで、えーまあ、それをこう編集すると、うん、一枚絵を作ってもらってね。で今回も、えーとまあ、イメージに合ったものができたので。 えー、その曲にのイメージのイメージ画像ねイメージ画像ができたからそれをえっとファイナルカットプロですねまあ昔から使ってる iMovie からねこう,のこう派生でね iMovie からのプロバージョンですねファイナルカットプロもう、まあ、ねもう Mac の Apple の、ね、定番のソフトですけどまあそれを昔から使っててで、えー、それで編集してます。 でその,編集その絵絵ができたねその AI 描いてくれたその1枚の絵を、えー、入れてで、えー、っとそれにこういろんなエフェクトをかけていくんですけどずっと最後までこう飽きないような、うん、あとはストーリー性のあるような。 あのー、こう漢字のねこう動かし方だったりとか色の付け方だったりエフェクトのかけ方だったりとかも駆使しながら考えながらつけていってで徐々に盛り上がっていって最後バーンと終わるっていうようなストーリーを一応構成を考えながらあの編集しました。うんまあいねえー、とでそれに文字をね載っけるんですけど今回は僕ねあのちょっと文字を載せるにあたって一つちょっと。 あの決めてるとといいうかやりたいことがあってえっともリリックビデオってもう文字をこうまあ結構ねうまく加工してねバン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 飛ばしていくというかまあ印象が残るようにさあの文字飛ばししていくわけじゃない文字を作っていく映像にしていくわけじゃないですか。でで自分で ペンで書いてとか数字で筆で書いてこうまあ文字飛ばししたりとかもチャレンジしてまして僕日本語はあのできるだけ縦でやりたいなと思っててあの縦流しの曲ね縦でこう文字をこう流すみたいな英語になるとどうしてもちょっとそれができなくてなんか英語ってさこう横文字だからさ あの縦にするとちょっとあのね何ていうんですか <laughs> 読みづらくなるというか見づらくなるから <laughs> まあ横でやりたいなとは思ってるんですけどできるだけ日本語はこう縦で表現したくて、まあ、今回もちょっと、まあ、日,本日本語チックなねその日本方角チックなこうやっぱりが映像だからあのできるだけ縦にしたいいっていう、うん、だから「絶望の終わりと割りや」とかも。 基本的には盾ですよサムライロード侍ロードもどう書いたやつは盾だったってな気がするけどあの花あの花はどうだったっけなあの花もああの花は横だったかな縦だよ縦縦でやったそう僕縦がいいなと思ってて日本語の歌詞はできるだけねで今回もえっとまあ全部日本語なんで AC 英語でえっと今回新しくえっと作ったのがえっとんだろうあのー、文章を一文字ずつこう作っていって飛ばしたりとかっていうまあいろいろあるけど今回は一番こうまあ新しいのって一行ずつ増やしていってで A メロのその文章が完成するっていうまあ見てみればわかると思うんですけどあんまりやってる人いないんじゃないかなと思うんですよねこのやり方は。大い,い、大体今まで僕も作ってきたのがまあこの一言一言だけこう写していくみたいなまあよくあるのはね一言だけ映して次の,そのメロのところは一言言葉はの時にはその前のやつは消えるんですけど。 今回残して、えー、と一段落ですか、ね、その文章の,あの歌詞の、まあ、一段落一段落をこう映、えー、すようにしてるというか残すようにしてる残っていくようにしてる。で次の、えー、とメロに入った時あの文章に入った時段落に入った時に消えてまたそこから始まっていくって残っていって、えー、また消えてまたそ次の段落に入った時にこう 一,一行ずつ増えていって残っていくっていう一つの段落がこうあの文章として残るように作ってるんですよ。これ,これってあんまりやってる人いいないんですよ、ねまあそのうち、まあ、そのスピーディーな曲とかだったらねあの一発一発みたいな「あの絶望の終わり」とかと「とわり屋」とかと、ね「サムライロード」とかああいう結構バンバンこう なんか進んでいくような活気のあるような曲とかだとあのー、ね一言一言でバンバンこう飛ばしていくみたいなのが合うんだけどやっぱりちょっとゆっくりしているちょっとじ,じわっとくるようなというか <laughs> そういう曲なんでうんまあ残っていった方がいいかなと思って文章が言葉が残っていく方が印象がいいのかなとか思って。 えー、そういう文字の作り方、えーあのー、リリックの、えー、と作り方をしました。はい、というわけで、えー、完成しました。まあ今回も僕的には、うん、いいぜっってて感感じじでですよしここれうまあどん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 作っていく上で新しいことにチャレンジしていって、まあ、スキルを上げて 言っているので、あと映像ね、映像もいい感じのまあ今回もはい、まあ、女性の心情を歌った歌詞なので歌なので、もちろん被写体はうん女性です。今回もいい女優さんをあれあれもうあの選抜いたしまして、そうあの A.I. をこうでこう僕のイメージが をこうプロンプト打ってこう,こういう,こう画像作ってくれっつってで命令して作らせるんですけどでやっぱりたくさん作るならないとあのいけないわけですよ。でまあ簡単にしようと思えば簡単にするんですけどやっぱ僕の僕が納得できるようにやっぱ絵ができるあ出来上がるまで何回も何回も命令して何回も何回も修正して作ら,作らせるわけよ。 意外とね、すごいね、まあ、時間かかるわけ。<laughs> もう何、何回もやり直させられるから。そう。いや、これじゃない、これじゃないっ、つって。もう一回、もう一回、つって。いや、これ、あ、これ、これ惜しいわ、つって。これ惜しいわ。こんな感じでお願い、みたいな感じで、もう一回作らせて、みたいな。で、何パターンも何パターンも、も,しもう多いときは何十パターンも、ね。100までは一かさすがにいかないかなと思うけど、 何十パターンもやかあの、ね、画像作らせるわけよであこれだって思ったやつをピックアップするわけあこれだこれだっつってそれでもちょっとやっぱ修正があの必要だったりするところは書き出して、うん、例えば AI だとあのなんか余計なものが、まあ、修正ある程度はできるんだけど細かい修正みたいなこ,ここはこれじゃないみたいなあの,あの花とかも、うん、えっと途中 女の子がい,、まあ、いてで途中そこがその侍さんに変わるようにしてるわけですちょ,ちょっとタイムス,スあトリップというかをイメージして、あのー、作ってるんですけどその過去のねこう、あのー、お侍さんの,あの時代とのこうなんだろう昔の昔の過去のこうなんかえっ、ー、とー 記憶みたいなものととり合わせててるところあってで途中お侍さん出てくるんですけどそこも「あのここお侍、そここ女の子を変えて」っつって男のあさ男の侍さんにこう変えてこう変えてっつってで書いてもらったんですけどなんかね余計なものがね映っちゃってるの例えばあの刀の鞘のところとかがあの3つになってるとか。<laughs> いやちゃうやんっこうどっから出てきとんねんみたいな <laughs> これちゃうやろっていうところはなかなかねこう細かいところは書き直してくれるうまくねその命令通りにこう書き直してくれ,るくれないんでそこは自分で修正してます自分で書き出してあのえっと書き出した後に自分であの修正してます 僕はアフィニティフォト使ってるんですけどそのみんなほらアドビのさフォトショップとか使ってるじゃないですか僕はなんかア,イアフィニティフォト使ってで、えー、そこを消すっていう修正をしてるとかあとはなんか手とか,なんか目が変だったりとかね手特に指とかね特にあの難しくてまだあのちゃんと生成できないっていう時があるんですよ。 あの指が1本多いわとかなんでこんな変なとこから指生えとんねんとか <laughs> すげえおかしいおかしい時あるんで,でそういうのとかも僕が指を、あのー、うまく変えてで今回もちょっとなんか手の部分が、えー、ところだけがもう変で「あそれ以外はいいのにな」って「<laughs> ここ欲しいな」っつってだからこの絵がいいんだけどこの指だけ変なんだよっていうところとかは。 ま、あのそこの部分だけ修正するってなかなかちょっと難しいんでそこももう自分でアフィニティフォト入れてで指を書いてみたいな書 <laughs> いてます僕で修正してんで、えー、出来上がってます一枚の絵が。でそういう風にしても今までのも作ってきてます。AI AI でで作らせもものののはは全部、AI、だけじゃやっぱり完璧なものはできなきくて自分の その思った通りのものってなかなかできなかったりするんですけどちょっと,ちょっともうあの問題があるところは自分で修正してこうで、えー、絵を作ってでそれを、えー、と動画、あのー、ファイナルカットプロにはめてでファイナルカットプロで、えー、エフェクトをかけたりとか色合い描いてみたりとか動かしたりとか。 ね、アップしたりアップにしたりとかして、まあ、そういういろんな編集をつけて、えー、完成してます。で今回も設定作っておりますのでぜひそこら辺も踏まえてですね見ていただけると面白いかなと思っております。味のあるというかね。はい、あのーまあ、本当に何回も何回も見てもらいたいので、まあ、何,回な何回も聞いて見て楽しめるような作品に、えー、なっていたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今回、えー なえー、と今回は今夜のアップされる曲「美人」という曲なんですけどもそちらについての、えー、映像の制作について、えー、お話しいたしました、えー、と動画の方ですね、えー、とリンク貼っときますので是非、えー、そのコメント欄とか、えー、なんかあと聞きたいこととか聞きたいこととかあの質問とかあったらまたレターで、えー、いただけると、ね、コメントでもいいですいただけると嬉しいです 月曜の夜10時皆さん YouTube を開いて「シャミロックチャンネル」を開いて一緒に見ましょう目標100人早く突破できますようにそれではおつしゃみーいよー